原田悟は、日本の剣道家、警視庁警察官、元剣道日本代表、福島県伊達市出身、現在警視庁警備部第9機動隊所属、巡査部長。全日本剣道選手権大会には、放職直後の1996年から出場し、優勝1回、準優勝2回、3位3回の実績を残した。特に2005年大会では、 9年越しの悲願であった初優勝をもぎ取り、賞賛を浴びた。2009年からは完全に指導者の立場になった。実定は原田健二。2005年2006年2008年2009年の全日本剣道選手権大会には兄弟で出場した。優勝、1996年2002年から2003年2006年台湾大会個人戦ベスト8。 弟が福島県警察に所属している。全日本剣道選手権大会には宝飾同年に初出場したが決勝で宮崎正弘に敗退する。その後も3位を3回記録し、第52回大会では決勝に進出するも、鈴木剛に延長戦の末に面を決められ敗退する。その翌年にも決勝に進出し警視庁の後輩。 内村良一に勝利し初優勝する。しかし、翌年は3回戦で大学の後輩の高鍋晋に、そうで敗退してしまった。その他の大会では、全国警察大会で、団体優勝3回だけしかない。個人戦でも準々決勝で、寺本正史に敗れるなど全日本剣道選手権、大会以外での個人戦はあまり上に行けなかった。 現在でも全日本剣道選手権大会の予選に挑戦しており、まだまだ選手としては戦える強さを見せている。ありがとうございます。